ベビーカーが転倒したり乗っていた乳幼児が転落したりするなどの事故で医療機関を受診した例はこの5年で366件に上りますその多くがベビーカーのハンドル部分や自分でつけたフックなどに荷物をかけているときに発生しています中には坂道を下っていたところかけていた荷物の重みでベビーカーが倒れ シートベルトを着けずに乗っていた1ヶ月の男児が地面に転落外傷性くも膜下出血の重傷を負ったという例もあるということです。